誰もが見覚えのある緑の看板なんですが、店舗の中はといいますと、家具、インテリアが全くないんです。おしゃれでシンプルな服がずらっと並んでいます。ニトリグループは2019年からアパレルブランド N プラスを立ち上げていて、広島は41店舗目です。ニトリグループは家具インテリアのイメージ非常に強いと思うんですけど、やはりですね、お客様の不平不満不便を解決する商品を通じてお客様に喜んでいただこうと。基本コンセプトは家具インテリアのニトリと同じトータルコーディネート。若年層に比べブランド数が限られがちという40代から60代の大人の女性を主なターゲットとし、税込み1万円程度で全身のコーディネートが可能な点を強みに掲げます。可愛い色とかパステル系が多いので春らしいなと思いました。人口流出が続く広島県ですが、中四国地方で初の実店舗を構えた狙いについては、広島は特に50代前後のですね、大人の女性の働かれている数が増加しておりますので、その元気に働かれている方々に着心地の良い洋服を手に取っていただければなと思っております。広島にですね、お客様のご支持をいただければですね、ぜひお店の方を増やしていきたいと考えております。色味ごとにおすすめの着こなし方が分かるレイアウトになっていて、 N プラスは実店舗のリピーター獲得を目指したいとしています。